元気ですかー、エグロ !1、2、3のタイガーマスク、タイピング、虎の穴だー、虎だ虎だ、お前は虎になるのだ。タッ、白いマットのジャングルに今日は嵐が吹き荒れる。ルール無用の悪党に正義のパンチをぶちかませ、行け行けタイガータイガータイガーマスク。全米プロレス界を震え上がらせた黄色い悪魔、タイガーマスクこと伊達直人。相手を叩きのめしての反則負けこそ我が本と公言する彼を、無敵の悪役レスラーに育て上げたのは秘密の地下組織虎の穴であった。だが彼自身が育った恵まれない子供たちの施設ちびっこハウスの危機を救うため、虎の穴の掟を破ってしまったタイガーのもとに地獄の死刑執行人が次々と送り込まれることとなるのであった。果たしてタイガーマスクは虎の穴が放つリングの殺し屋たちに打ち勝つことができるのか。白いマットに吹き荒れるのは嵐かタイプ音か。孤高の虎の前に今強敵が立ちふさがる。ということで皆さんこんにちは、今回はですね、タイピングソフトの一つでありますタイガーマスク虎だをやっていきたいと思います。最近ではですね、もうタイピングソフトといいましたらね、もう数あるいろいろ販売されておるわけでございますけれども、私がですね、ブラインドタッチができるようになったのもですね、こちらのタイガーマスク虎だ、タイピング虎の穴ということでね、こちら株式会社 SSI トリスターさんから発売されておりました。こちらのねタイピングソフトで練習したおかげだと思っております。当時本体価格2480円でございましてね、今ではちょっとお高くなってるんでございますが、多分プレミアがついてるのかなと思うんですけれども、まずですね、こちらのソフトがですね、初めて目にしたのはですね、学校の生協にですね、いろいろ専門書とかがですね、専門書とかコンピューターのソフトがずらーっと並んでる中にですね、メープルマースマティカって言ってね、数学のソフトがこう並んでいたんですけれども、メープルマースマティカ、その隣にねこのタイガーマスクの虎だがあったんですよね。これびっくりしましてね、メープルマースマティカって言ったらもう世界中で使われている数式処理ソフト上なんですけれども、その隣にこのタイガーマスクの虎だがありましてね、もう当時私も衝動買いしてしまして、ね、レジに走って行ってもう購入しましてね、早速タイピングの練習をした思い出があるんですけれども、第1話から第5話で、そして最終話としていろいろこう本編のね、漫画のタイガーマスク、アニメのタイガーマスクにちなんだストーリーをどんどん進めていきながらタイピングの練習ができるような構成になっております。でまたですね、虎の穴、悪役プロレスラー養成所の虎の穴の地獄特訓をもうね、練習モードとして、練習できるような仕組みにもなっておりますので、またねいずれやっていきたいと思います。で今回は第1話黄色い悪魔ということで、悪役レスラーとして全米で名を名指しめたタイガーマスクがですね、日本マット界に上陸して、まあ悪役の限りを尽くすんですが、その中にですね孤児院があるんですが、そこのルリコさんっていう女の人と、そこにいます孤児のケンタ君がですね試合に見に来まして、そのタイガーマスクのファイトぶりを見るということで、第1話が進んでいくわけなんですから、まあ正しく生きるということをこのアニメっていうものはね
我々に訴えかけてくるものですので、昨今では失われつつある人間の心といいますかね、生きる上で大切な心をこのタイガーマスクの虎を通して皆さんに訴えかけていって、ぜひですね、伊達直人の生き方を皆さんこの時代ですね、人心が失われつつあるこの時代にもう一度タイガーマスクを見ていただいて、人間というものはどう生きるべきかをぜひこれを機会にね、振り返っていただければいいのかなと思います。ということで、早速やっていきたいと思うんですが、タイピング中は私真剣にやりますので、全然喋れないと思いますので、次に お話しかける時にはこの第1話が完結した後でございますので、またその時お会いいたしましょう。ではいきます。第1話、黄色い悪魔。裏切り者タイガーマスク抹殺のために虎の穴から送り込まれてきた第一の刺客、ブラックパイソン。黄色い悪魔タイガーマスクと黒い錦蛇ブラックパイソンの対決は、絶対に逃げることのできない死の檻の中で行われた。反則自由なこの試合、狂気あり急所攻撃あり噛みつきありの壮絶な試合となった。そんな反則殺人技の応酬をちびっこハウスを逃げ出してきた健太少年が見ている。でもタイガーマスクのように世の中の悪役になって反則で人生を渡ってやるのさ。タイガー反則やれ。ちょうどそこへ健太を探しにルリコがやってきた。ルリコは健太が間違った道へ迷い込もうとしていることを知り、我を忘れてリングのタイガーに哀願するのだった。タイガーマスクさん、あなたはもしかすると私のよく知っている人かもしれません。でもそうでないにしてもお願いです。世の中はどんなに苦しくてもどんなに辛くても真面目に正しく生き抜くべきだと、この子の憧れのあなたから教えて、お願いです。ルリコの言葉にしばし動きの止まるタイガー、その隙を見逃さずパイソンが反撃に打って出た。ケイブラックパイソン、タイガーの息の根を止めるのだ。急所攻撃からメリケンサック、噛みつき首締めと凄まじい死の反則合戦。まさにこれは反則比べ悪役世界一決定戦と言えましょう。かわいそうなパイソンよ、俺を仕留めなければ逆に虎の穴から狙われるのだからな。黙れ裏切り者、お前を地獄に送り込めば虎の穴は褒美としてこの俺を自由の身にしてくれるのだ。つまりこれからは試合の賞金の 50% を虎の穴に払わなくても済むわけか。そういうことよ、何が何でもお前に死んでもらうぜ。なんたる残虐な試合だ。これその恥さらしというしかない。ババさんが言うようにやはり彼は虎の穴出身ですね。それにパイソンも虎の穴出身らしいと聞きましたが、何か訳があってタイガーは虎の穴を敵に回したらしい。訳を話してくれれば力になるんだが、とにかくこんな残酷な試合をやられては、日本プロレス協会はタイガーマスクと縁を切らなければならないだろう。あら、そら。you
配だから帰りましょう。せっかくナオトさんのおかげで楽しいハウスになったのに。ミサ兄ちゃんが大嫌いだ。ケンタ君ったら。その伊達ナオトが実はタイガーマスクだ。虎の穴に払う金をちびっこハウスに寄付しまったために、こうして死をかけて戦っているんだろう、ケンタ。1時間近い死闘を制し、見事勝利を収めました。馬場さん、驚きましたね。反則しか取り柄のないタイガーがプロレス最高級の技を出すとは。うん、恐ろしい奴だ。とにかく彼には何か事情がありそうだ。彼についてはもう一度考え直さなくてはならないようだな。タイガーマスクさん、この子があなたに聞いてもらいたいことがあるそうです。お家に帰るよ。ゆか姉ちゃんとちびかハウスに帰る。そうか、そうした方がいいな。タイガーマスクさん、本当にあなたは天使です。だってケンタ君の心の目を開いてくださったんですもの。心の目？違う、俺は黄色い悪魔だ。ほんの気まぐれですよ、美しいお嬢さん。マスク越しで声は変わっているけど、間違いなくナオトさんの声だわ。ありがとう、ナオトさん。ルリコの願いを聞き入れ、自ら反則技を封印し、正統派レスラーの道をたどる決心をしたタイガー。どの道虎の穴の死の手から逃れられないのだ。これからは精一杯正しいプロレスをやってやる。悪役で暴れながらも、いつの間にか心の底からプロレスを好きになっていたんだ。よし、俺はやるぞ。ナオトはそう虎の仮面に語りかけるのであった。虎の穴は裏切り者を許さない。タイガー、お前を地獄の海に叩き込むまで次々に殺し屋レスラーを差し向けるぞ。覚悟しておけ。マスクの血をすすり、肉を頬張るためにやってきた恐怖の獣人ゴリラマン。この恐ろしい敵から逃れようとする伊達ナオト、そして高い高熱にうなされながらもタイガーマスクの勝利を信じるケンタ。戦えナオト、ケンタのために。次回タイガーマスク虎田第2話。
増えたゴリラマンにご期待ください。はい、ただいま戻りました。黄色い悪魔ですね、第1話終わりました。対戦相手のブラックパイソン選手なんですけれども、得意技がパイソン締めということで、まあ同締め、あのヘッドシザーズ型の同締めですよね。得意な技なんですけれども、なんとか生還することができました。プロレスが、まあ、モットーでございますので、あの今回はねそんなに多くはなかったんですけれども、次回第2話第3話以降もね、結構あのプロレス技のをあのタイピングとして打たなければならないというので、あの普通のあの普段の一般的なあのタイピングとはまた違った趣の、 あのタイピングソフトだと思いますので、かなり品質頻度がレアな単語でタイピングが練習ができるソフトだと思います。引き続きねやっていきたいと思います。今回は第1話黄色い悪魔ということで、次回ですね第2話飢えたゴリラマンということでやっていきたいと思います。では次回ご期待。トラだ、トラだ、お前はトラになるのだ。